どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。もうやる気ない今日ちょっと疲れてる疲れお疲れモードですか。なんかさ、でも、はい、車的には好きなんだよね。あ、いいっすね。正直などういう風に言える。正直ですか。こわ、ヤンシャーっすね。怖いイメージしかないですね。どんなオーナーさんがグググーガタ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 、何されるか分からんですよ。本当だよ、お金持ってない、大丈夫。置いとかんと取られるよ。ちゃんとセキュリティかかってる。じゃあオーナーさん、のそのそってきたらまたのそのそって、あ、ヤンキーなお兄さん。ちゃんさん、あ、怖い怖い怖い、何も持ってないよ。何も持ってないよ。持ってないやつよ。持ってないよ。え、もうこうこうしながら。下っていけ。怖いね。怖いっす。怖くないですよ。え、あ、じゃあ、命名しようか。はい。なんて呼べばいい？あ、じゃあ、なんでも。ももき。あ、ガル、ガルフィ。ガルフィ。なんで今日ガルフィじゃないよ。今日ちょっと、あれですね。忘れた？リュウちゃん側にやっちゃいましたね。リュウちゃん側にやっちゃった。はい、ちょっと車の紹介してよ。はい、あ、はい。サンサンジーマ。なんで進みちゃうかな。なんで進みちゃうかな。あ、じゃあ、もう遅いよ。え、セドリックじゃないの？もう遅いよ。あれっすね、昭和っす。昭和のシーマ、昭和のあれっす、キセマンっす。もう表ネタばっかやろ、ほんとに。え、ちょっといかついよ、だいぶ。いや、これ、あれっすよ、ちょっとオシャンティ。オシャンティなの？はい。多分ね、見てる一般人からしたらね、うわ、ヤンシャとかって。片落ちの、片落ちのビップカーとか言われるよ、また。あ、やっぱ好きなんで。好きだからなるんだよね、車ってのは。まあ、誰が何が関係ないもんね。じゃあ、あれ後期だね、ブレル違うね。後期の純正オプションの縦ビンで。オプションなのこれ。そうです、はい。で、ユニティと全く同じなんで。え、これ、はい、ここが違うだけで。オプションなのこれ。これオプションっす。え、これ、これ意外と高いんですよ。純正じゃないの？これ純正オプションっすね。最初から？いや、もう最初後期で、後期のあれで。で、これ変えたの？その日に変えた。マニアックだな、おい。マニアックだな。エアロは？エアロは俺わかるよ、俺わかるよ。あ、俺わかるよ。AM ゲイ。違う。あ、あれ、あれパルファムっすよ、あのゼロクロ。あ、パルファムだった、あれ。ジャンクションプロデュースじゃないっす。違うって、ファブレスだって。ファブレス、あー。ファイナルコネクション。え、ファイナルコネクション。ファイコネ。部屋で。ケーブルエックス。ケーブルエックスだろ。はい、これだと思ったって。だと思ったよ。やっぱりな。ねえ、ケーブルだと思ったよね。オートだもんね。ねえ、本当に。もう絶対ケーブルだよね、先ほどもね。ケーブルね。はい。これ知ってるよ。純正エンブレム。はい。え、これも自分で組んだの？これは買った時に一緒に組んで、で、ホグを違うやつに。え、ホグ？これ？ホグ、これマーク2のクレオスの。はい。綺麗に収まってるね。はい、収まるもんだね。はい、マーク2いっちゃった。なんでベンツとかにしなかったの？なんかこのヘッドライトのラインと同じなんですよ。あ、流れが。なんかこういうのってみんなさ、ほら、なんでもベンツのつけれと思ったら、やたらベンツのつけてるよね。S クラスのなんとかかんとかとか言って、なん、はい、でもベンツつけれってわけじゃないよね。もともと小さいツインフォグなんですけど、よく考えたね、マーク、はい、マーク2。マーク2のクオリス？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 クレオス？クレオス？クリオス？は？クリオス？クオリスじゃないの？あ、ク、あ、クオリスですね。もう何でもよくね。ですね。あ、ほら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 、これ俺知ってるよ。はい。オークションで買ったでしょう。いや、これ純正加工の。は？え？なんでこの裏に日産って書いてあるんですよ。本当だ。しかもコーキング？日産の。パテ？本当だ。はい、そうなんです。オークションかと思った。よく見たら。違いますよ。かけるやつの。あの、そうそう。かぶせるタイプの。かぶってやつだと思った。じゃなくてワンオフですね、これ。そういうことね。はい。え、なんかさ、はい、ブレーキが様子おかしいよ。32の GTR ですね。前タイプ M から。GTR なのこれ。そうです、はい。で、なんで、なんでさ、はい、33のにしなかったの？ブレンボ。いや、ブレンボだと減り早いし、そこ？K があれなんですよ、ちょっと違うんですよ。それで、あ、ちょうど車屋さんに転がってて、で、これつけちゃった。はい。ホイールは？ホイールはワークのグノシスですね。あ、みんな定番？定…うん、どっちかというと今 SSR ですね、みんな。あれかと思った最初。
名前忘れた。あれかと思った。MGA ですか。セーブゲームって、あのほら。PBS。違う違う、俺似てたのあるじゃん。レオンハルト。あーと思ったら違った。ちょっと違うね。はい。結構悩んで。高い？40ぐらいですかね。何インタークーラーこれ。あ、はい、純正インタークーラー。純正か、びっくりしたし。ああ、インナーないね。そうですね。仲間じゃん。当たっちゃうんで。いらないよね、インナーなんか。ハンドル切れなくなるし、あ、バンバン。支障出るもんね。うるさいし、はい。いいね。後ろ。オーナーさん。はい。後ろいい感じに。そうですね。買うときに入らなかったらもう、そのまま加工してもらってって言われて。ああ、なるほどね。もっと出そうよ。リュウちゃんならやるよ。そうなんですよ、出したいんですけど、なかなかいけないですよね。本当にさ、こうリムズらしいよ、マジのリムズラ。はい、ギリギリ狙いたいんですけどね。もう本当、名刺1枚入るか入らないぐらい。あと2、3ミリなんですよね。本当、ここまで来るともうミリ単位になってくるね。はい。後ろが何 J？ リアが 10J ですね。 10J？ ゴム何？難関の NS2 ですね。あ、難関？岡本製？岡本製？うん、そうですね。コンドームみたいなね。近藤さん。近藤さん。岡本の近藤さん。そうですね、こう被っちゃいましたね。分かるのしか分からない、これ。岡本の近藤さん。こうなってない。こうなってない。できましたね、このね。これサイズ何？225、あ、245っすね。10G245。なんかえらい引っ張られるように見えるね。あ、難関だと結構寝るんで。そうなの？はい、難関は結構。ね、体温と違うもんね、これ寝方が。はい、ケンダとかだともうなくなっちゃいますね。ケンダって中国？インド？ケンダさん。ケンダさん。どこなんですかね。あ、ワークって書いてある。刻印入ってるやん、これ。あ、それ、あと貼ったんかい。触って思った。やらしいね。ヒサッピ君。はい。これ好き。これ本当は14センチまだ長かったんですよ。え、そうなの？そっから。切ってもらって14センチ14センチってこんなんじゃない、はい、こんなんだったんですけど。何それ。やんしゃやんしゃ。ちょっとここまでは行き過ぎかなと思って。俺実はね、俺 Y3 人乗ってる時俺つけとったんだよ。3人乗ってたんだ。乗ってた。ここもっと長かった。ここまでだとバンパー面から出ちゃうからバランス悪いかなと。やんしゃってもう俺こうしたらいいじゃん、斜めセンターから負けちゃいます、ね、もうこういっちゃいなよ。もうちょっとこれ音が気になるね。気になりますね。ちょっと、サピ君。はい。マジっすか。サピ、はい、今聞こえんかった。聞こえない。嘘、はい、聞こえてるね、今。いや、なんもなんか…ちょっと様子がおかしい音がしてるよ。え、なんすか、なんすか、なんすか。俺気づいて、今。なんすか、なんすか。え、何ですか。聞いとったね。え、DIY しちゃったんすか。バックタービーしとるぞ、これ。オーナーさん、はい、走る気満々じゃないですか。何バックタービーしてんの。あれっすね、ちょっとこれは注目度浴びるためです。シュルルルルルシュルル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 ルこっちの方が VQ だからすればいいと思ってる人VQ だったらすればいいと思ってる人。前のもずっとこうだったんで逆にパワーが足りない感じになっちゃうんですよね。ターボにするともうこうしたくなっちゃう。はい、病気なんですかね。病気だねこれ。病気つけようか、はい、シュルルル病だねこれ。シュルルル病。シュルルルル。帰りにきっとタービンの羽が折れるってカシャンって。あ、ターボブローした。ターボブローした。あーとか言ってまあ今リビルトがあるから安いからね。はい。とか言って。三四のつけるとパワー上がるらしいですよ。え、本当に？はい。なんか知り合いに聞いたら33グロの人が言ってたんですけど、これに三四のタービンつけると280馬力。本当に？じゃあだったら社外品つけた方が良くない？そうですね。こっちがこれ。これがあるよね。もういいじゃん。
違うエンジンのせいでも RB エンジンとか、あーなんか26系とかが乗るみたいですね。じゃあすんなりはいかんよね、多分すんなりは、すんなり、ね、昔流行ったよね、セルシオに乗っけたりとかさ、はい、シーマに乗っけたとか、はい、最近なんか聞かないね。最近はもう本当にもう時代じゃないんかな、不景気なんで。でも 1J は結構いろんな 1J? これに、いや、シルビアとか何でも乗せるこれシルビアとかはしんどいですねダメだなこれはじゃあ今どこまであったか分からんくなったよもうマフラーっすね。マフラーからの下りとかまた前戻ってきちゃったよちょっと内装、内装っすね。サッピー、はい、これ家具かな。家具っすよ。それニトリ製じゃないですか。これニトリ、ニトリ、そうっすね、ニトリっすね。触り心地がニトリっぽい。あやっぱお値段がお値段以上ニトリ、そうっすね何これ、貼っちゃった。これあれっす、ラッピング屋さんにヘアライン貼ってもらって、はい、同色に塗るよりこっちの方がいいな。これ何か家具のあれみたい。そうですね、アルミをブラッシュしたような感じのデザインで。お値段以上ニトリ、はい、これ結構これニトリで売れるんじゃない。売れですねもうね、やっぱね、もう乗る前から思ったんだけどさ、はい、どういう体勢？いや、それあれっすよ。あれっす。車高で習うやつ。え、これ？はい。車高で乗るの、習う乗り方っす。うん、映る？うん。完全これこうだよね。左手アームレスト、右手ここ。はい。お尻ちょっと踏んずり返ってこう。はい。うわ。うわ。こんな感じ？うわこれやべえ、俺さ足短いからさシートの寝方見てこれ、寝れる角度だよ。まだでもこれマシになった方っすよ。え、もっともうまだ10代とかはもうベタベタに倒してこれ以上ベタベタにしとったの、こんなんこんなんして、はい、運転できんがもうこれは問題だぞ。ちょっとだんだん年齢とともに前になってくるから、はい、やばい、乗り降りね、ツイーターがいっぱいついとる。え、スリーター、スリーター、スリーター、違うよ、ツインターだよツインターツインターだよこれ。ツイッターじゃないですか。ツイッターじゃないよツインターだよこれ。つけすぎでしょツイーター。あれっすね、穴隠しでつけちゃった。穴隠し、もうなんかあこれつけたら違うなと。全部なってんの。いや、その黒色のやつしかなってない。これしかなってないので、はい、こんだけなったらガッチャ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 だよね。ダミーこれダミー、穴隠しですね。穴隠しダミーこれでいけるだろうと思ったら音違うなと思って怖いわこの人。いや怖くないですよ次何されるか分からんすよ。ほら出た出た、なんか飛んできたよこれって。ほらシンピラが吸うタバコだよ、ね、いや違う、シンピラが吸うタバコだよこれ。大人のタバコっす、大人。ほらどっかのモモキも吸っとった、中衛門でとか言ってやっとだよほら斜め45度でタバコの煙は斜め45度に同じ類ですか。いや違います、まっすぐです、まっすぐ、はい、怖いわあれ、これは市場インプレッションしますか。しますか。仕方ないんで、仕方ないんで仕方ないでまだこの手の類ってまだ出てきてないね、まあ、そうっすね、いないね、いないっすね。意外と普通の車多いもんね。多いっすね。ドノーマルとか、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 ドノーマルとかね俺ら困るんだよね結構って何を言おうとか思って、ね、結構苦しくない。苦しいっすね、無茶ぶりが多い。どうフォローしていいのかが本当だって困るよね。じゃあ市場のインプレッションのいきますか。はい、いきましょう。はい廃車だったらごめん。あじゃあ行きましょう。シーマ行きますか。はい、
お願いします。シートが柔らかい。こんなあるんだね。はい。全切りできる？あ、全切りできます。本当に？はい。あ、できる。待って、すごい柔らかいサセが。硬い方がいいですけどね。うるさいね、向こうはブン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 。待って、めっちゃこれ乗り心地いいんだけど。結構なんかいろんな種類があるな。あ、でもなんか横揺れするな、なんか。はい。あ、プリロードかけて硬くしてるんで、ちょっとプリかけてるんだ。はい、引っ張られる感じ。あ、なんかこう音でうるさく感じるね。はい、バッタ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 言うから、日産車特有というか、ね、あ、すごい気温がいいんだけど、なんか揺れる感じがする。うん、なんだろう、右よし、左よし、横断よし。えい横断しますか。ここら辺ガリっていく。あ、多分ゆっくり行けば大丈夫です。なんか減衰ぐにゃぐにゃ、減衰、もう多分車高調が、車高調伝ってる、伝ってきてると思います。うわっ、うわっ、うわっ、シュルルルルあ、そうだそうだ、これ言うんだ、忘れとった。はい、これ V8、あ、V6 っす。うわっ、うわんうわんだね。はい、硬すぎるよりも収まる。やばい意外といかないね。意外と K ブレーク短いんで、竹が他のに比べて。大きい段差来るとあんってなるね、やっぱ。はい、マネルとかリアがな、10のフロント10リアだな。7ぐらいですね。ぐらい、もともとの JIC のなんで、そんぐらいですね。はい、なんか柔らかい感じもするけど、乗るとそうでもないね。硬いっていうか、カーブとか結構粘ってくるから。ネコ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 、危ない、ネコ踏むって鹿じゃないだけ、ね、鹿みたいな、鹿じゃこの猫になるじゃん。ボタンのぐらい猫が来てやばいで、ね、巻き込むで、ね、死にます。全然いい。あ、さっきこっちを回るってことだよ。そうか、全然違うとこ回った。全然いいね、でもシュルなんか俺違う車乗ってるかと思ってきてるシーマ乗ってるとは思えない音だな、これ。音的にはシルビアだな。シルビア乗ってるんじゃないかな。あれ系の音がいいんですけど、出ないですね。 あれは出せないよね。はい、シルビアいい音するもんね。はい、あのバックタービンはもうたまらんすよね。いいね、これシルビなかなか、でも結構みんなあれっすよ、VIP でシーマ乗ってるし、インタークーラーとかつけるんで。うわ、スッと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 、大丈夫っす、こんぐらいは大丈夫っす。バキンはちょっとね、意外とするね。はい、あれだね、バウンドだね。はい、なんかついてる、はい、ABS がついてる。あ、これ日産下げると、まあ、センサーが狂って。これってさ、もともとアクティブ？いや、違います。バネですね。アクティブの車、車高調から時最悪だよね。なんか油圧のホースとか全部抜くんですよね。油まみれんだ、油虫になるね。しかもあれ撤去するのかなりお金かかるんですよね。そうだって、持ってこられるとね、えっってなるもん。さすがに油圧はなんか自分的に違うかなっていう。違う、まあ、油圧はダメだね。これバネじゃないと安心感がないというか。なんか全然いい。はい、ちょっと あそこで擦ったのは意外だったな、なんかちょっと。はい、意外と擦る、擦るときは擦りますね、やっぱそれなりの段差があったら。はい、乗りにくくない？怖くない？こう慣れ、もう3年くらい、3年乗ってるんで。俺ね、エアロついてるけど怖いんだ。あ、そうなんす。割れそうじゃない？俺エアロつけてないからさ、はい、純正バンパーって割れないじゃん。はい、FRP って割れるやん。はい、なんか恐怖がある。俺的にでも純正バンパーでベタベタが一番かっこいいと思いますよ。一段差が本当に低いもんね。はい、ってエアロだってかさ増しされちゃうからね、どうしても。はい、結局伸びちゃってるもんで。そうそうそう、エアタンというか腹下は守れるけどみたいな感じですね。うん、でも割れやすい。うわ、本物のスカイラインが。本物ですか、あれ。知らない。いいね、俺もう嬉しくなってきたわ。あれそう、セカンドで、あ、サードで。サードカーでこれはちょっといらんわ。意地が仮なんで。意地が登録せず。全然いい。これ普通の道だったらめっちゃ快適そう。普通の道だったら特に問題は、ね、ただ段差が多いとこだとフリーロードかけてるんで、やっぱりいろんな方向に引っ張られる感じはありますね。変な話、もっとさ、はい、バネガチガチのせいやん。ちょっとダメなの？
しようとも考えたんですけど、でもちょうどいいかなこれ。なんか普通に入れるし出れるしこれでいいかなみたいな感じになっちゃってますね。そういうことね。はい、これ以上下げたら会社入れないんで。ああ、そうか。みんなね、会社とか家とかそういうこと気にするよね。なんかうるさいのがおるよ前に。いや、快適でござんした。ありがとうございます。はい、初めて助手席乗りました。本当に自分の車、俺自分でしか運転しない人なんです。なんで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 。なんか嫌というか、なんか人の車も運転しないし。なんでなんでなんで。俺がどっかほらガシャーって言ったら前走になってお金取れてくる。なんかわかんないですけど、そうなんで車屋でガレージ入れてもらう時とか、そういう時だけですね。なんでなんで。俺なんかめんどくさいもんで、常に人に運転する。ちょっと運転してめんどくせっつって。ああ。あといじってるとなおさらそういうのあるね、なんか。はい、なんか自分で運転したいというか。うん。俺の場合はなんちゅうの、まずめんどくさい。はい。めんどくさいのと、あとなんちゅうのほら誰が乗っても保険を入れて入ってるから。ああ。何があっても。そうそうそう。うん、で乗ってる人がもし何かあったらさ、かわいそうじゃん。はい、はい。同じぐらい事故ってさ、保険入ってなかったらさ、その人が、うん、俺がいいって言ってもなんかかわいそうだからさ、一応入ってるから。はい、ああ。大丈夫、多少みたいな。これも事故ったら全然思っていいくなくるよ。G50 あたりがもっといい車ダメで俺の保険料がバーンと上がるだけグレードアップしてってじゃあまあそんなことはさておき、はい、意外俺もっとねもっとこうなるかと思った。あ、全然快適、結構いいっすよ、ほんとなんかね、はい、意外だった。俺もなんか助手席乗った感じあれなのかなと思ったら、運転してると分からんことってない、なんか助手席乗るとほらこのなんていうんですかね、こっちにない揺れというか、あハンドル持ってて分かんないよねなんか。はい、え、初なのそこ乗るの。はい、また大げさな。いや俺あれっすよ、動かしてもらう時もこっちに乗ってもらって一人で入れてくださいみたいな感じなんで。そうなの。はい、それなんで初めてなんですよこれ。他の車でも、他の車でもそうっすね、今まで運転してもらって助手席に乗ったことないです今までの車。すごいね、でもそういう人たまにいる、はい、結構なんかわかんないですけどどこでも行っちゃうんで自分で運転大好きだね。はい、運転大好きっす。でも大丈夫だった。あ、多分大丈夫です、音的に音的にも音で話してる。はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバーイ。